はい、お高木です。本日ラーメン動画ってめちゃくちゃ言ってるやんか。ちょっとで滝焼きスペースラーメンで調べたらえげつないぐらい出てくるんじゃないかな。めちゃくちゃ行きまくってるよな。行ってるよ。そう、そこでラーメンなんとか生活とかさ、まあ、縛りの生活とか、日本一濃いラーメンとか、食べログで最下位とか、さまざまなラーメン行ってきたよ。本日はね、行けるんかなっていうのがあって、世界一忙しいラーメン屋って、ラーメン屋ちゃう、世界一忙しいラーメンってそもそもあるんよ。何が忙しい？いや、まあそれはもちろん店でしょ。あ、店が忙しい。そう、だからまあそもそも今日行っても入れるわけもない。忙しすぎんねやったら、まあ予約なんかね、何ヶ月待ちとかってあるかもしれんけど、場所がサービスエリアやねんけど。まあでもあるらしいよね。その前言った世界一暇なラーメン屋っていうのがあって、全く真反対に思ってことやんか。そういうことやね。まあ前に世界一暇なラーメン屋って言ったのは、この名前のインパクトだけのためにつけたらしいね。今回はそのどうか分かんないですよ、全く。まあだからそれが本当にインパクトでつけたのか、本当に忙しいのかどうか分かんないんですけど、先ほどね、電話で確認したら普通に22時までやってるみたいなんで、だから本日は早速そちらの世界一忙しいラーメン屋行ってみましょう。たこ焼きショップ、よし、じゃあ向かっていこうか、そちらの忙しいラーメン屋。これ背景見たら分かると思うねんけどさ、うん、塩ラーメン作った後なんよね。そうなんですよ、本日日本通りでして、世界一忙しいラーメンが兵庫方面あるんだよね。そう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 、同じ兵庫やから、同じ兵庫なんで、これ撮った後に忙しいラーメン屋行こうかなと。まあだからラーメン企画2本立てですね。クオリティは全然違うけど、もうバカ楽しみよ今。むっちゃむちゃなよね今、もう食べたするし、こっからね1時間ぐらいかかるらしいよね。結構だから兵庫県でもあれやね、もう奥の方、葛西、あ、葛西か、都会からは離れた場所やんか。葛西のどこにあるんだったっけ。葛西のパーキングエリア、うん、パーキングエリアか、全然期待できんやん。パーキングエリアと併設してるとかなのかな。いや、もはやパーキングエリアない、ない、フードコート、フードコート。もうますますでも謎が深まるからさ、逆に楽しみですけどね。そうなんよね、フードコートの中で忙しくしてんのか。あー、そっか、でもそうかもね、フードコートなんやかんや一番忙しそうやん、なんかめちゃめちゃ人多いよね。そう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 、今これスマから向かってんねんけど、これってあれの近くない、日本一乗り心地の悪いジェットコースターのカレーターの近くないよ。ああ、それぶりやな、こんな辺。はい、それではちょっと運転してもらいつつ向かっていきましょう。ちょっと飯食おうと思って、さっきのね、クソマズラーメン、クソマズラーメンで口最後やからさ、裏書きしちゃんと、ちょっとそう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 、まだね1時間ぐらいかかるんで、しかもさ、選んでてさ思ったんがさ、うん、海鮮系いらんなって思った。なんかもう海から離れたい、海から離れたいな。枝豆ご飯いただきます。やば、腹減ってる？うん、早く上書きしたい。なあ、そうやな。いや、今日一日何も食ってなくて、塩ラーメンしか食ってないから、まあこれぐらいやったら全然まだ腹余裕なんで、逆にね、ちょっと口入れた方がさ、食欲湧くっていうやん、うん、確かに。ちょっとこれで忙しいラーメン屋に臨もう。とんでもない道走らされてます今。パーキングエリアからずっと高速かなと思ったら、下に降りて山道、コンビニももう何分も見てないね。ないよ、ずっと山走ってるよ。秘境にあるのかもね、そういう美味しいラーメン屋って。サービスエリアよね。あ、そうか、サービスエリアか。じゃあただの面倒くさい場所にあるってことか。おう、さあ、一度高速は降りたものの、もう一度高速道路に乗って向かっております。まあ、ってことはつまりこの道の途中になるってことですよ。いや、でもさ、さっき看板にさ、広島方面って書いてたね。そう、多いな。まあでもそれだけ美味しいラーメンってことよ。つまり忙しいイコール美味しいやん。確かに。ちょっと楽しみにね、ちょっと頑張ってもう少し車走らせましょう。さあ、こちらですね、葛西パーキングエリア、1.3km に着きます。この食べるナイフとフォーク、これこそがラーメン屋がありますよという、まあ、そういうことですよね。これさあ、着きました。この建物の中にあるのか、ようやくですよ。着きました。なんかちょっと古い感じの建物ですね。このために作られたというか、サービスエリアのために作られた建物というか、なんか昔はデパートやったみたいな、そんな感じするやんね。昔のスーパー感がある。そうやな、三田屋。あー、そ、神戸とかの方やからか。え、何、そ、ほんまになんかスーパーみたいやね。お、おっと、おっと、じゃない。おお、力いっぱいに広げた翼は君とこの世界を守る。めちゃめちゃかっこいいキャッチフレーズやん。何やそれ。大阪の有名店、人類皆麺類の創業者の方がなんかプロデュースしているみたいですね。なんか第2弾が葛西サービスエリアに誕生って、えらい、またなんかなんでサービスエリアに。確かに。え、でもすごい楽しみやね。本格的ってことやん、めちゃめちゃ。注文しますか。サービスエリアの空気テンション上がるよね。上がる。見て、略し出したね、世界一ラーメンになってるよ。これはもう世界一のラーメンみたいになってるやん。おー、そっけ。
けよ。まさかの食券タイプやったね。まあでもそっか、サービスエリアは大体食券か。そうやな。日本一高いサービスエリアの牛丼かなんか頼んだよ。あれも食券やった。ああ。3、4000円したけど。どうせやったらもう一個チャーハンセットにしようか。はい。でもさ、ラーメンでさ、400キロカロリーって低くない？優しいお味かな。400キロカロリーって書いてる。418キロカロリー。結構あっさり系かもしれない。確かに。わかった、そういうことか。前自分、世界一島のラーメン屋って言ったら知ってる。系列店やった。ほらこれ、世界一島のラーメン屋って。なんか既視感あるなと思って。そういうことか。ラーメン来るの待ちましょう。はい。もう自動で紙コップ出てくるの初めてやな。よいしょ。うまそうやね。あ、ここに書いてる。世界一忙しいラーメン屋って。ああ、ほんまや、書いてある。塩系ラーメンっぽいですね。え？何味って？おい、やめてよ。そこは醤油か味噌であれ。逆にね、よりいい塩を食べてる。確かにな、いい方の塩ね。でも柚子とかもあるからさっぱりするかもね。よかったよかった。嫌なもの思い出したもんね。それではいただきます。おお、どう？うまっ。ちょっと待ってな。じゃあ麺いただきますね。サービスエリアのラーメンの味超えてきてるわ。あ、これマジうまいわ。ほんまに。ちょっと行ってみて。はい。なんか今までみんなでね、東京旅って言っていろんなサービスエリア巡ってたやん。まあ、その中でラーメン食ってきたやん。その中で一番美味しかったんてさ、岡崎のラーメンじゃん。あー、岡崎サービスエリアの岡崎ラーメンめっちゃ美味しい。さあどうぞ。それに匹敵する。めっちゃ美味しい。めっちゃうまない。うん、これなんか出汁がないやろな、これ。ちょっと甘めでもあるよね。麺になんか練り込まれてやんだよな。うん、なんやろね、これ何麺なんやろ。なんか確かに練り込まれてますね、これ。若干こんにゃく麺っぽいんかな、どうなんやろ。めちゃくちゃ美味しい。おお、何？150万人チャンネル登録者ました今。おおめでとうございます。ありがとうございます。そんなね、もう100万超えたらそこまで既に数字を見るわけじゃないけど、100、150って嬉しい。まあ節目やね。節目だ。次は200かね。200万人。いや、まさか世界一忙しいラーメン屋食ってる時に。めちゃくちゃタイムリーに。なんかこんな時にちょうど突破するなんて、ありがとうございます。改めてちょっといただきますね。はい。うまい。これ見て、チャーシュー。でっか。本当にラーメン屋さんで、あれチャーシューだね。うん。じゃあこういうところさ、サービスエリアのラーメンとか、あれチャーシューって結構ペラペラやん。そう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 。海の塩ラーメン消えた。更新されました。時間半ずっとおったからね、運転してるから。なんか調べてたら、そもそも世界一島のラーメン屋のタレをアレンジして、カツオの豊かな出汁と甘みのある淡口醤油で仕上げた香り豊かなスープを麺に絡ませている一品でございます。あ、だから塩じゃなかったんだ。醤油ってことね。パッと見塩の感じしたけど醤油らしいです。うまかったもん、世界一島のラーメン屋。うん、知ってる？世界一島のラーメン屋知らん。そら知らんねん。高速のサービスエリアでこのクオリティのラーメン食えたらもうめちゃくちゃテンション上がる。いやー、さっきも言ったけど、もうあれやね、岡崎のあれと匹敵やね。うん、あっちはどっちかでちょっとこってるやね。東京から大阪までさ、7時間ぐらい運転して帰ってくるやん。その時のちょっと中間地点ぐらいだよね。そうやな。それなんか楽しみというか、それそう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 、そこをちょっと一つの休憩ポイントというかね。そうそうそう、まずそこ、まずそこ目標やね。一旦岡崎目指すかみたいな。じゃあチャーハンもいただきます。チャーハンは普通やな。今ちょっとね、こちらのね、大将にまあラーメン作ってくれた大将やね。大将に聞いたんですよね。ここ麺、これなんか練り込まれてるから、なんか隠し味あるんじゃないかな。じゃあ粉やって言ってた大将はアルバイトらしい。うん、お疲れ様でした。いや、うまくて死ぬまで飲んでもた。綺麗に食べたな。綺麗に食べた。というわけで今回、世界一忙しいラーメン屋ということで、こちらの葛西のサービスエリアまで春場に行ってきました。結構遠かったね、やっぱ。そうやな、結構走らせたよ。時間半ぐらい。そうそうそう。まあでもそれだけ時間かけても来た価値があるぐらいね、本当に本格的なラーメン屋。めちゃんこ美味しかった。あれ出たの何時ぐらいだったっけ？6時とかに出発して着いたの8時過ぎ。あれは時間9時前とかよ。まあ一応ゴールデンタイムなんか、みんな気になってると思うよね。日本一忙しいラーメン屋、まあ、どんな感じなんみたいな。あんまり忙しいみたいな。確かに。あのね、すっごい暇そう。
せもっとディープバディあなたなの天使ラーメン。